サプタハは、古代エジプト第十九王朝第七代目のファラオ。即位名は、アクエンラーセテプエンラー。先代の王セティ二世の死により、後継者として即位したが、生前に指名された皇太子ではなく、成人にも達していなかった。父親をはじめ具体的な血縁関係はわかっていない。知性の2年目に誕生名を、メルエンプタハサプタハと変えていることから、 メルエンプト派が父親である、可能性もあるが、先代のセティ2世とアメンメセスである、可能性もある。政治の実験は、セティ2世の日だったタウセルトと最小のバイが握っていた。バイは、有能な人物で、その権力は、王家の谷に墓を建設することを許されるほど、強大であったとされる。しかし、デールエルメディーナで見つかった当編に書かれた記録によれば、 サプタ派の治世4年目に、王位の散脱を企てた角で殺害されたという。だがサプタ派も、在位6年で養成した。継承者となる直系の男子がいなくなったため、後見人であったタウセルトが、女王として即位した。アメンヘテップ2世の王母から見つかったサ、プタ派のミイラは、足が大きく曲がっており、幼児期に、急性開発髄炎と思われる病を患っていた。 ことが判明した。死亡時の年齢は16歳頃と特定されており、病弱で自ら政務を取り行えるような状態になかったことを伺わせている。ありがとうございます。